インパルスネーション。倒れてる、なんか。ちょっと待って。これ、倒れたらいけないやつじゃないの？ちょっと。おい。看板が倒れてるよ。誰か、早く。インパルスネーション。倒れてるな。倒れてる。ちょ、何が書いてるんだろう。え、倒れてんだよ、これ。え？倒れてるよ。本当だ。風で折れたの？マジかよ。はい。はい。こちらでございますね。じゃあ、この裏、農業青年会議が作りましたとか。もっと声張ってね、周りうるさいから。はい、この裏、農業青年会議が作りました。冬の気分畑でございます。よいしょー、ちょっと。あー、さっき。あっ、風強いけど。はい、はい。先乱れておりますね。いや、この前雪が降ってね、雪の中でね、ひまわり咲いてるってニュースにもなったんですよね。大井先短い僕のように、軽く枯れておく。あ、枯れてます。腐ってても、はい。普段なら綺麗な何々で始めたいんですけどね、ちょっと。これでも。汚いひまわりからの。あんま倒れてほしい。さらに汚いおっさん。おっさんですね。自分で言っても痛いんですか。今日アップでお送りしております。いや、もうやめなさい。はい。はい、年末の北野さん。うん。そして、汚いおばちゃんが来ましたどうもなんか知らねえけど気が向いてるはい、ケイさんあ、ケイさんですケイさんですはじめましてもう誰かわかんねえけどあ、視聴者の方がおはようございます、花畑で騒いでたらね、なんかね、後ろから声かけられてな、はい、俺警察かと思った一瞬なおなやあれ、どっかで見たことある二人と思ってすいません、お邪魔しましたじゃあ、良いお年を良いお年をどうもいい動画を待ってまーす。おはようございます。おはようございます。おー。おー、なんか意外有名だな、俺らな。おい、これ。有名ですね。ありがとうございます。いるんだね。いるんだね、物好きがね、こんなチャンネル見てるね。インターネット来てるんだね。意外に来てんだよな。インターネット来てるってこと僕、初めて実感。そうだよね。ちなみに、ケイちゃんは、かなでくんの。いや、全然知らない人です。そうだ。びっくりしたね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よいお年を。どうもどうも。青い空、強い日差し。いやー、ね、夏に厚着をしててひまわり咲いてますってわかんないよね、これ。そうね。つい先日まで雪が降っていて、この雪との組み合わせっていうのがやっぱ珍しいよねっていう映像を撮りたかったんだよ。撮りたかった。そうしたら、うん。だって寒いでんやんな。このざまよ。ね、これそれから咲きそうだね。そうだね。うん、果たして咲けるかな無事に咲けるかなこのおじさんがちぎって捨てしまうからもしんねえからね。このまま枯れていく運命になるかもしれないけど。まあ、俺たちが手を下さずともね。うん。うん、こう、こう、倒れたりとかしてるのはその雪とか風のせいなのかな。そうだと思う。はい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 。だって看板折れるぐらいの風が吹いてた、ね。そうだね、相当だったんだろうね。それなのにこれだけ元気に咲いてるってことは、うん、このひまわりを見て、ね、自分も頑張ろうって、ならないね。そう。まあでもね。そうやって前向きなマインドになってくれる人もいればね。でも、そういう願いを込めて、でもね、あの、一郎さんたちがやったんだから。ああ、すごいすごいって言ったら、ああ、すごい拍手拍手。拍手。なすでも僕は、こっちの枯れたひまわりに、示してしまいますな、どうしても。まるで自分を見ているような。もう半分なってるもんね、こういうふうに、ね。そうだね。もうしわしわ系 YouTuber だから。ですね。なんですか、なんか、しわハイカーなんとかにしてみようか。エセシルバーエセシルバー、エセシルバーいいですね。で、あの、年末挨拶、じゃあ、やりましょう。そうだね。はい。あ、開けてますね。うわ、踏んだらダメだよ。一応ですね、あの、一郎さんから、まあ、多少入ってもいいという評価をね、あの、いただいておりますね。はい。2023年ですね、本日年末でございましてですね、本年も大変お世話になりました。はい。2024年、また来年もよろしくお願いいたします。はい、いたしまーす。はい、手伝いかファースでございました。また来年。また来年また来年ちょっと足場が悪くてね、ふらついちゃったね、おじいちゃんからね。はい、かわいい。大きいだな、これ。いやー、これ初日の出がまた今年も撮れたらいいね。初日は今年見られるのかい？見られるかな。見に行く？見に行く？いや、君が行くってのは行くけどさ。考えよう、天気からね。はい、また、はい、バイバーイ。インパーソネーション。